全国人民代表大会と政治協商会議の開催を前にして、当局は14人の軍事指揮官が調査対象になっていることを発表しました。中には、かつて中国軍のナンバー2だった各白友の息子、各成功も含まれます。先日、各成功の父親の郭白友は、周栄光などと結託して巨額の富を得ていたと、香港や台湾のメディアに報道されていました。 中国のスモッグ問題を告発するドキュメンタリー映像、Under the Dome がネットで大ブームになりました。ブルームバーグはタオバオネットのデータとして、スモーグの検索回数は先週と比べて9900%も増え、スモーグの予防マスクも9万個以上売れ、普段の売上と比べ8倍も増えたと報道しました。アメリカのオバマ大統領は、 中国が現在策定しているハンテロ法案について、通列に批判しました。アメリカのハイテク企業をターゲットにしている内容があるからです。河南省で33人を乗せた大型バスが崖から墜落する事故が発生し、20人が死亡、13人が負傷しました。大陸メディアの報道によると、事故車両は河南省鄭州市の劇団がチャーターしたバスで、 事故発生時には33人が乗っていました。深夜11時に崖から100メートル下へと転落しましたが、事故原因はまだ不明です。新東人テレビがお伝えしました。